国民の三大疑問を発表します。お昼寝、おままごと、お絵かきです。そんな国は秒で滅ぶぞ。円満解決、エンマちゃん。総理大臣になったので年収は4000万円です。この国の選挙はいつから機能しなくなったんだ。失礼ですね、ちゃんと選挙で勝ったんですよ。私の可愛さで大勝利でした。アイドルの総選挙じゃないんだぞ。大体幼女に総理大臣が務まるわけないだろ。前例のない幼女だからこそできることもありますよ。既得権益まみれの上層部を一掃して国に新しい風を吹き込むのです。そこだけ聞くとそれっぽいが。この国を変えたい。それを言う人は変えられてないんだぞ。総理、相談したいことが。おもちゃ大臣どうしたんですか。そんな大臣聞いたことねえよ。それになんで子供が大臣をやってるんだ。若い力を重視して大臣は全員子供を起用しました。いくらなんでも若すぎだろ。子供は知能が未発達だから操りやすいんですよ。この国は終わったな。総理、お父さんが僕と全然一緒に遊んでくれないんだ。大臣が首相にする相談じゃない。いっつも暗い顔で会社から帰ってきて家ではご飯食べて寝るだけ。つまんないよ。気持ちはわかるけどお父さんも仕事で大変なんだ。何それ、そんなの誰でも言えるよな。生意気な。僕と一緒に遊んだ方が絶対楽しいのに。お父さんはきっと遊ぶ楽しさを忘れちゃったんだ。いいことを思いつきました。大人の精神年齢を下げるような政策を行うんです。そしたらお父さんも子供の気持ちを理解できるようになって一緒に遊んでくれるはずです。それいいね。大人が子供化したら操りやすくなります。そしたらこの国はもう私のものです。腹黒さが国家規模だな。こうしてエマは1億総子供社会を目指す政策を推し進めた。心のゆとり。国民の三大義務を発表します。お昼寝、おままごと、お絵かきです。どれも無理やりやることじゃないだろう。あんなふざけた義務誰も守らないだろう。レイジさん、悪法もまた法なりですよ。それ法律作った側が言うセリフじゃないぞ。そろそろ放送の時間なので失礼しますね。全国民の皆さん、今からお昼寝の時間ですよ。おやすみなさい。日本は保育園じゃないんだぞ。こんな政策ばっかじゃきっと国はめちゃくちゃだ。いや、そもそもこれって政策か。今頃世の中はやばいことになってるんじゃ。様子を見に行ってみましょう。あれ、店員がいないぞ。すいません、どなたかいませんか。うわ、こんな時間にどうしたんだ。こんな時間って今は昼間だぞ。それにコンビニがやってない時間とかないだろう。何言ったんだ、今はお昼寝の時間だぞ。お店がやってるわけないだろう。ちゃんとお昼寝してて偉いです。なでなでしてあげます。総理、さすがの可愛さで癒される。しかも総理のおかげでちゃんと休憩が取れるし、感謝してもしきれません。まさか強制お昼寝が指示されているとはな。お父さん待って、早いよ。俺はかけっこが得意だったんだよ。総理のおかげで遊ぶ楽しさを思い出すことができました。ありがとうございます。この人もエマの政策を支持してるのか。こんなんでこの国は大丈夫なのか。全部総理のおかげだよ、ありがとう。自分の政策で喜んでいるのを見ると悪い気はしないですね。政策の過激化。最近のお父さんは僕とよく遊んでくれるし、僕の気持ちもちゃんと理解してくれるんだ。このままどんどん大人の精神年齢を下げていきましょう。私の支持率も上がってますし。うん、もっともっといっぱいお父さんと遊びたい。エマ総理から新しい法律のお知らせです。今後おままごとの誘いを断った人は即逮捕です。どう考えてもやりすぎだろう。おじちゃん、おままごとちよ。あー、すまないがこれから仕事なんだ。警察だ、おままごとを断った罪により逮捕する。待ってください、どうしても出席しないといけない会議があるんです。お願いだから見逃してください。うるさい、お前はこれから刑務所で24時間おままごとをする刑だ。いや、そんな。ただの真面目な社会人が逮捕されるなんて、幼児の独裁政権恐るべし。エマ、さすがにこの政策はやりすぎだろ。マジで国が滅ぶぞ。いや、まだまだです。国民には無理やりにでも子供心を思い出してもらいますよ。最近はお父さんが僕みたいになって、すっごく仲のいい友達みたいになってるんだ。仲がいいのはいいことなんだろうけど、父親が子供と精神年齢が同じなのは問題がある気が。レイジさん、邪魔しないでください。汚い大人ばかりの政治の世界に関わって分かったんです。子供の心を持った人が増えるほど純粋で平和な国になるんじゃないかって。そんな簡単に行くか。つうか、お金のためにやってたんじゃ。おもちゃ大臣も喜んでますし、こっちのがいい世界に決まってます。私、みんなのために頑張ってるんです。幼女の純粋さだ。まさか政策の影響でお前の心まで幼児化してんのか。総理、たった今新しい法案が可決されました。マチタ、幼児言葉で話さないといけない法律を作りました。それ大人には周知プレイだろ。
幼児言葉を使わないなんて、非国民でちゅ、逮捕ちまちゅ。こんなくだらないことで逮捕されてたまるか。崩壊。どうしたんですか。迷子になっちゃった。警察なのに。そのキレのあるツッコミ、持ち勝ちてママでちか。ママの認識の仕方おかしくない。やっぱりママだ。姫だ。次元怖いでちゅ。お家に帰りまちゅ。おい、警察が逃げちゃダメだろ。こういう状況になると普段の警察の偉大さがわかるな。しょうがない。何があったんですか。って、おもちゃ大臣とお父さんか。助けてくだちゃい。あいつが僕のことを殴ったんでちゅ。親父にもぶたれたことないのに。もう何から突っ込んだらいいのかわからん。お父さんが僕のお菓子を横取りするのが悪いんだ。だって食べたかったんだもん。親子喧嘩っていうより完全に子供同士の喧嘩だな。そんなの僕だって食べたいに決まってるだろ。大人のくせにそんなこともわからないの。もう大人なんてやめたもん。はぁ、何言ってんのさ、お父さんは。いや、でも僕、そうか、僕はお父さんに。ふん、もうあんな奴とは絶交ちゅるもん。絶交って、親には子供を育てる責任があると思いますよ。責任なんて知らない知らない。早くエマを説得して何とかしないと。総理、国を元に戻しましょう。いいんでちか。そうすると子供に理解のないお父ちゃんに戻ってしまいますよ。それでも僕は前のお父さんの方が好きだ。でも自分のことを理解してほしいって思ってたけど、僕と同じ目線になってほしいわけじゃないってことに気がついたんだ。そうでちか。また僕と遊んでくれなくなっても我慢するよ。父さんが子供みたいになるよりはずっといい。わかりました。元の国に戻すのなら他の人が総理大臣をやった方がきっとうまくいきますよね。こうしてエマは総理大臣を辞任した。その後、新しい総理大臣が法律を元に戻したら、たちまち国民は元の生活に戻ったのであった。私の支配する千年帝国計画が。よしよし、汚い心も元に戻ってるな。つーか、あんな世界長続きするわけがないからな。おもちゃ大臣、彼はどうしてるんでしょうか。大人に戻ったお父さんとは仲直りしたって聞いたけど。私のやったことは全部無駄だったってことですよね。めちゃくちゃな法律はともかく、あの子についてはそんなこともないと思うぞ。お父さん、僕のためにお仕事休んでくれてありがとう。いいんだ、今まで仕事ばかりですまなかったな。次はセミ取りをしようよ。ああ、もちろん。やったー。私たちを助けると思って。チャンネル登録をどうかお願いします。デイジさんを助けられるのはあなただけです。お前が助けろ。